Bonjour, je m'appelle Stéphane Bianconi. Voilà. から、フーツですね、3種類を、カットします。これはケーキの中身になりますので、もう早速、皮むきをしておきます。これきちんと、実をあまり減らさないようにオレンジをきれいに剃りながら皮を剥いておきます。これをオレンジによっては皮が厚いやつとね、薄いやつがありますので、おそらくオレンジは2種類あるんですね。これフランス語だったら専門用語になるんですけれど、トーネ・エン・キウイと言いますね。キウイを回してるという意味なんですけど、回しながら当然カットをしますね。少し斜めで剥いた方が切りやすいです。お寺ですか。はい、で5つ目のこれが、ね、ケーキの中身のフルーツなんで3種類ですね。でカットします。で、次ですね、フルーツはそれぞれカットをしてから、まあ、皮むきをしてからこういう中になる、ガーニチュアですね、バトネとキウイですねの、角切りとオレンジですね。で今度は、仕上げになるフルーツをカットしますの で、パイナップルとキウイですね、先を皮むきをしたものを使いますね。でここからいきます。で一枚一枚そのオレンジは皮の間ですね、オレンジのところ、ちょっと皮は一枚一枚になりますので、硬いところを、取るだけなんですけれど、いいところだけを、使いたいですね。で、最後に結構ジューシーなオレンジになるからね、これはオレンジジュースとかになったり、あとケーキの元になるとか、シロップ作ったりするとか不可能ですね。きれいに水切りをした方がいいので、はい、いきます。並べることによって結構最後に使いやすいので取りやすいし、はい、今度はキウイをカットします。ただスライスしてるところをちょっとアクセント出しますので、美味しいところと厚いところをできてますね。上から見たらはもう三角みたいな、まるでタケノコみたいな切り方の形ってことじゃないですね。はい、こういう感じですね。はい、でこれも同じくですね。
はい、これで終わりにします。次いきます。自分を追いかけ